さあ、はい、どうぞ。これは、やばいな。はい、おぱち。多分、わかんない。わかってない。すごいわ、これは。ビッグウェイト。重たい。あら、キロ超えましたよ。7520。ダントツや。すごい。ねえ、やばいっすね。おっと、重いっす。すっか。手震えたりますよ。はい、お疲れ様でした。ああ、ありがとうございます。ああ、それでな、絶対な。ああ、交渉。じゃあ、ここから、お立ち台の選手を読み上げてくれておきます。はい、第5位。NBC5245 の中村選手、小川大輔選手。ありがとうございます。はい、第4位、NBC5230 長谷川選手。次からスネージ続いての方はですね、3680kg。はるか大きい出ていかないな。はい、ここから第3位ですね、ウエイトの方は4キロ台に乗ります。はい、はい、第3位、NBC52788 岩田選手、岩田淳二選手。はい、おめでとうございます。こちら、どうぞ。あ、ありがとうございます。第2位、JB 四国、佐野プロ。はい、おめでとうございます。ウエイトの方はですね、5キロ弱、4950g。ちょっとね、ウエイトの方を先読み上げたいと思います。ウエイトはですね、なんとぶっちぎりですね、 7520g。 さあ、読み上げたいと思います。はい、NBC、流行る、チャプター京都下野正樹キャップ、ウィナーは NBC ゼッケン51411浅野選手。ぶっちぎりですね、これ。ありがとうございます。さあ、ちょっと聞いていきたいことが山積みなんですけども、さあ、じゃあ5位の方から、5位の選手から、根掘り葉掘り、ちょっとパターン、今日のパターンと聞いていきたいと思いますので、今日のパターン、エリア、釣り方、よろしくお願いします。短い。え、短いですか？短い。あ、大丈夫？行きます？はい。はい、すいません。はい、お願いします。釣り方はいつもながらシャローのフリッピング、エリアは東岸全体で、ただやっぱり、分かると思うんですけど、厳しいですよね、状況が。減衰が着々と進んでるのと、多分僕はあと水が悪くなってる気がする。だから数も減ってるし、食わない感じで、で、いろいろやってたんですけど、僕なりには、人も多いし、その時に自分の魚を取るって言ったら、もうボートポジションをあえて浅い方に持ってっちゃって、メインでやったのは水深30から60センチぐらいのところをフリッピングしていくっていう。まあ、ただ釣った魚は日本だけなんですよね。シャローの五木のこう黄色いいい魚ではありましたけど、植え付きのラッキーだったかなというような感じで、頑張って打ったらいいこともあったっていう、そんな感じでしょうかね。なるほど。他に何かありますか？一番聞きたいのお前やろ。何かちょっとね、せっかくちょっとあれなんで、最終戦なんで、ちょっとこういろいろ聞きたいことがまだまだ
何聞きたいですか。ちょっとね、それはすぐ出てこないんですけどね。そうですね、じゃあ魚、いい魚だなとは思ってたんで、今日のコンディション考えたらもう一本釣ったらおタッチもあるかなと思って一生懸命やって、結局釣れなかったんですけどね、最後人工島で鉄火そうなやつ一発、ミスバイト、全く針に乗らずみたいなやつがあって、今日はまあ僕の日じゃないかなと思ったりしながら、でも最後の最後までドキドキしてやれたんで、こういうのがやっぱり非常にいいかなと、最後一匹釣れなかったらある意味来年につなげたいな、あの一匹を追っかけてもう一回来年も力をやりたいな、そんな感じでいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。中村選手でした。さあ第4位長谷川選手、はい、釣れたパターンとお願いします。釣れたリグは、エバーグリーンの、ツイスティンビーバー、の、1オンスのテキサス、テキサス、はい、朝一、もう昨日もプラも行ってなくて、で、ちょっと船長と相談して、で、結局ちょっと長官の情報あるところ行こうかっていうことで六本中、六本中ですね、はい、西側、はい、で、もう一本だけでかいの入っただけで、あとはもう僕はバイトその1回のみで終わったんですけど、はい、その一本が大きかったので、はい、なるほど、はい、他にバイトっていうのもすごい少ないような状況だった、ね、そうですね、ポールでも全然食わない感じっていうのを聞いて、やり方変えて釣っただけなので、はい、以上、なるほど、はい、はい、おめでとうございます。はい、第4位の長谷川選手でした。はい、第3位の岩田選手、パターンとお願いします。釣れた場所は六本中と、卸物岬の間の東岸側の、春節絡みにかかる、エビもプラス、サノかな、それのトロロのついたところ、トロロのついたところ、はい、そこを、1.2 オンスのパンチショットと 1.5 オンスのテキサスリグ、ルアーはツインスティービーバーと、テキサスはキッカーバグの 4.5 インチ、 4.5、 はい、これをもうひたすら打ちまくって、結構重ためですよね、はい、進化は、はい、とりあえずスピード勝負みたいな、スピード勝負で早く落ちたらええと、早く落ちたらええと、はい、はい、まあ、そんな感じで1日頑張ったらなんとか、これが3本の超過ですよね、3本で4300、はい、他には他もう一匹お全部で5匹釣ったんですけども、はい、一番お、次に大きいやつが100、まあ、ちょっと微妙な死にそうで、ちょっと、まあ、それは減量しなかったんですけど、ね、はい、はい、まあ、結果的にはなるほど、はい、まあ、安全をちょっと見て、はい、いい魚を、で、おとつい3日ぐらい前からフロントラインさんから出してる DVD、はい、ザ、ドッグファイトでしたっけ、中村さんのこれを散々見ましてイメージトレーニングしましてでも やってるのは大きいですよね、やってるのは大きい、やってるのは大きい、やってるのは大きいですけど、ヒモじゃないです、なるほど、それをイメージしながら大きいでやる、はい、もうそれをイメージして新しい世界を開くと来年僕もちょっとやってみようと思います、はい、どうもありがとうございました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。第2位、佐野プロ、はい、よろしくお願いします。はい、釣った場所、はい、ここが、葉山川沖、葉山川沖、はい、3.5 メーターから4メーターぐらいの、基本はコカナダムで、まあ、サインの方と同じで上にトロロがかぶってて、トロロがキーなんですか、なおかつエビモが生えてる、エビモが生えてる、はい、で前日に昼の2時半ぐらいから、ああ、すごい、はい、船の調子が悪くて、まあ、あんまりいいのにしなくて、別の中で自分の考えてた理由が思ったあたりが出なくて、で、まあ、思いつきで入った場所で3回
同じところ見れば来るというので、はい、今日はそこを行こうと言って、はい、ここだけやりました。じゃあ結構流してる範囲もすごい狭い。狭いです。どちらかというとパッピンスポットみたいな感じ。半径 300m ぐらい。300m ぐらいのところをずっと行ったり来たり行ったり来たりする。はい。タイミングを見計らいながら。魚抜いたところでも30分ぐらい経つと供給される場所で。で、まあそこで、まあ、だいぶ苦しいんだんですけど、はい、11時ぐらいからバタバタって。で、まあ、結果的には12時半。おお、すごいですね。で、ミスバイトがよくあって、はい、でもまあ、大きいあたりではなかったので、まあ、おそらく限界で、ちゃんと今度はプラスします。なるほど、そうですね。はい。で、あとまあ、はい、リグは。リグ、はい、そうですね。基本的にパンチショット。パンチショット。8分の3。8分の3、ちょっと軽めですね。はい、そうです、はい。で、ワームは、ご意見の。スマイルワームのマミー、マミー、ストレート系のちょっと大きいやつ、ね、はい、はい、それのみです。でストーンとウィドの中に落としていくと。そうですね、入らなければ揺すって入れていく。で落ちて食わなかったらもうちょっとだけ待って2、3秒待って聞いて即回収、それをずっと繰り返していく。はい、なるほど、おめでとうございます。はい、新野さんのことでした。さあ、ちょっとこう、優勝の浅野選手ですね、かなり、聞きたいことが皆さんもあると思うんですが、今日はどんな釣りされましたか？朝一名鉄のシャロー入りまして、はい、シャローカバーをパンチショットの1オンスと4分の3オンスにピッカーバッグの 4.5 で売ってたんですけど、結構簡単に1キロの魚が3本揃いまして、はい、かなり気分的に楽になったんですけど、朝だけで釣れたのは。で、もうバイトがなくなって人も増えちゃったんで、赤の井のシャローに行って、でそっちでもやっぱり1キロあるなしぐらいの魚しか釣れず、もう一回名鉄入り直したんですよね。で名鉄入り直したんですけど、まだやっぱり人がポロポロいたし、もうバイトがなくなっちゃったんで、シャローを見切って、卸物のアウトサイドのエビモを同じく、パンチショットの1オンスと4分の3キッカーバグの 4.5 で、目に見えるエビモですね、もうひたすらエレキでぐる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 回りながら、ファーストホールから倒れ込みで食べてくる感じなんで、そこまで待って、すぐ回収っていう感じで、もう手数勝負ですね。でそれで、北風が吹いたタイミングだと思うんですけど、そこで、1箇所のパッチから3500と2800がポンポンと釣れまして、もうそれだけでもうこのウェイトになっちゃいましたね。なんでまあかなり運が良かったというか、まあタイミングよくいいところにリグが入ったっていう感じですね。以上です。なるほど。シャローでサイズアップしないから、ちょっと沖合にボートポジションを移していって、はい、もう目いっぱい OK ですね。目いっぱい OK ですか。殺し物アウトサイドから一発二発入ったぐらいの春節絡みの入りの、はい、すごいですねなかなかこの時期に、ね、南港で7キロっていうのはちょっと本当すごいなと。運が良かったですね。周りもで結構今日はやっぱり厳しいっていう声が多かったのか。7キロですか。何も言葉が出てこないですけど昨日プラできなかったんで、はい、あプラ試合あるんですね、はい、今年ものすごい仕事忙しくてプラどころかもう試合も出れない感じで、京着さんも何試合か欠席になっちゃったんですけど、はい、まあ、練習もなかなかままならなかったんですが、最後に勝てて嬉しいです。ありがとうございます。すごいですね。はい、もう、最後に一言いいですか。はい、今ので。今ので、すいません、切れ悪くて。はい、じゃあ優勝の浅野選手でした。よろしくお願いします。はい、それでは、年間成績の発表に移りたいと思います。第3位、LBC デッケ51386、滝川選手。おめでとうございます。はい。トータルが201ポイント。
はい、ちょっとここで一旦止めましょうか。今ドキドキしてる人手を挙げてください。お、あ、そこにもいた。え、誰と誰やろう。心当たりのある方もね、分かってますよね。はい、岩田選手と日置選手、どちらかがアングラーオブザイヤーです、ね。はい、アングラーオブザイヤーの方には、こちら返していただかないとダメなんですけど、1年間お持ちください、うん。それと、まあ、あのうちの会社の方でね、ポパイのメカニックバッテリー復活させてますので、これをプレゼントしますので、はい、では発表します。本日第5戦終了時点で、暫定1位の日置選手と暫定2位の岩田選手9ポイント差がありました。本日の試合で岩田選手が9ポイントリードしました。マジで？あ、そうか。ということで免除される最小ポイントでアングラーオブザイヤーが決まりました。第2位ゼッケン50056岩田選手217ポイント。NBC チャプター京都2014アングラーオブザイヤーゼッケン52066日置貴博選手、そして226ポイントで最終ポイントでも9ポイント差という接戦でした。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。だから、バッテリー持ってもらうと困るんで頑張って持ってください、はいはい、どうぞ、台の上に、はい、よし、はい、じゃあ、ひよさん、そうと、なんかこう、1年間戦ってはい、皆さんありがとうございます。琵琶湖チャプターと京都チャプターの年間を取った日置です。ちょっとね、なかなかできないことだと思うので、まあ、正直すごいすごい嬉しいですね。自分はちょっと仕事から土日休めない仕事をしているので、琵琶湖で開催されるチャプターが精一杯出れる大会なので、そこでこんな一番の成績取れてすごい、今までずっと続けててよかったなと思っています。そうですね、ずっともうジュニアの頃から NBC 続けていますので、もう苦節十何年になるんですけど、かなりこう目立てるような成績を出せるような存在になれて嬉しいです。来年はちょっと子育ての方が忙しくなるので、ちょっと多分あんまり出れないと思うんですけど、来年もちょっと目立てるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。